え皆さん、こんにちは。ゴールド TV です。えー、本日、第2部は、プラチナについて触れていきたいというふうに思っています。また、よろしくお使いのほどお願いいたします。えー、っと、プラチナ相場。ちょっとね、見通しが難しいですし、また、1000ドルを割り込んで、えー、弱気な相場になっていますけども、今後ど、どう、どういうふうな展開になっていくのか、ということを、まあ、えー、見ていきたいというふうに思っています。 まあ、金のマーケットと同じなんですけれども、まずテクニカルで、えー、プラチナマーケットを見ていって、えー、それからその、そういった相場になぜ今なっているのか、で、これからのプラチナ相場どういうふうに展開していくのかについては、えー、そのプラチナの今の環境について見ていきたいというふうに考えています。 はい、ではまたドル建てベースの2億のプラチナ相場について見ていきたいというふうに思っています。まず短期ですね。えーまあ、結論を先にしますと、1000ドル割れて950ドル台。まあ、この3回の安値、1、2、3、このトリプルポトブが形成されたので、 まあ、相場的にはね、そこが入ってこれから上昇に入っていくんではないか。とりあえずはこの1100ドル、これを目指す展開になっていくというふうに期待しています。ここでお知らせです。日産証券では、株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から、商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで取扱い商品を拡充し、 あらゆるお客様のニーズにお答えできるようサービス環境を整備しております。特に商品先物取引では、対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページにてご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。はい。 ですからなん、どう言ってるんですかね、えー、うーん、ちょっとね、先物相場ですと、なかなかやっぱりね、えー、期限が決められてますし、2ヶ月とか、まあ、せずに持って3ヶ月ぐらいですから、ちょっとね、急上昇の中でトレンドフォローで買ったり売ったりするのはいいと思うんですけども、まあ、このタイミングでりはやっぱり現物ある、ある程度固まった現物、 を買うか、あるいはここから、まあ、今から、あの、積み立て、純、純プラチナ積み立て、みたいなやつをスタートさせる、みたいなのが投資としてはいいのかな、というふうな感じがしますね。で、相対力質もですね、一時期やっぱり30ポイント割れてたんですね。まあ、これを起点に今、あ上げてきてるということで、売られすぎからの今修正、修正とともにトリプルボトムが形成された。 とというふうふなことですでマックディもです、ね、これゴールデンクロスして、まえー、上昇の、まあ、あ上昇を示唆するというふうな状況です。で中期波動はねちょっと難しいんですよねあの。基本的なこの下のトレンド、えー、7月の安値と3月の安値、ね、これ結んだ下の抵抗はこれ下抜いたので、まあえー、下にブレイクしてダウンテナンドが、まあ、継続しているということなんですけども。 次に引かれた、今トリプルボトム、ここですよね。8月、9月の安値、ね。で、この安値を結んだ線、これがこの新しい下の支持線なんですけども、これからこの下の支持線を割り込むことなく、この上昇波動に転じてくるんであれば、本格的な相場上昇が期待で,できるかな、というふうなイメージがあります。あとね、このえ週刊誌ですと、この相対力指数。 RSI もまだこのや、結構、ね、低い水準ですので、まだまだ変われる可能性があるかなというふうな感じがします。で、MACD に関しては、まだまだデッドクロスで、えー、相場の下げが示唆されてますけれども、そろそろこれ、もう大底中の大底に入ってきそうな感じで、ここからこの MSGD 線がこう上昇に転じて、ゴールデンクロスに入っていくということが予想されるので。 まあ、プラチナに関しては、テクニカル的にはあ強気、上げが期待できるという状況ですね。長期戦はこれ、まあ、過去も、ね、何度かご説明申し上げているんですけれども、この750ドルというのが、えー、世界のプラチナのこれ生産コストになります。プラチナの生産国というと、南アフリカがもうほとんどで、あそれとロシア。 この2カ国しか、まあ、ないというふうなことになっているので、この2カ国の、まあ、平均的な生産コストが750ドル。これがもう超下のボーダーラインですね。ここから下回ることはない。それとともに、この1000ドルを下回る水準っていうのも、過去あまり例がないので、ここ1000ドルからこの750ドルの間っていうのは、もう強い根頃感が作用して、買いが入りやすいという状況です。ですからもう、プラチナに関しては、そろそろね、王族王が入ってということですね。 ただ、ここを見るとですね、えー、これ、デッドクロス化し,してますので、ここからさらに下げるのかなというふうな感じもするんですけども、あれはさえが、えー、結構ね、下げていたので、まあ、ここからまたゴールデンクロスになる期待もかかるかなというふうなことです。 今ね、下値、ね、歴史的には長期的には下値、ねえー、大族も見合いというふうなことですので、えーと、そこが入れば上げやすい環境というのは変わりないかなというふうに思います。はい、でこのずっとね、基本的にプラチナ層というのは2008年の高値をピークに2300ドルっていう値段が2008年、これ、今、ック前ですけれどもで、2011年にもう1回上げたんですけども、2000ドルまで、えー、かからずに、ずっとそこからダウントレンド、基本的には下げ相場が続いています。 まあ、原因は,、ね、これはまあ明らかなんですけれども、あのプラチナといえばあ、その消費のほとんどは自動車の触媒装置のお需要が最大なんですけれども、これが、えー、だん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 ガソリン車、ディーゼル車が、まあ、生産されなくなって、少なくなっているので、必然的に自動車触媒用のプラチナ消費も減っているということが大きな背景にあります。 2016年データでは全体の40%、これが自動車職場用の需要でしたけども、2020年、去年のシェアは33%まで大きく減っているんですね。それだけ職場用の消費需要が減っているということが示されています。 実際、この視野だけではなく、実際の実態的にはどうかというと、これが触媒用の需要の推移ですね、棒グラフで見て、お分かりの通おり、えー、大いね、100トン規模はあったんですけれども、ずっと2016年以降、減り続けていて、えー、2020年、去年は70トンまで減っていると、縮小している、よく約3割も減ってるんですね。 こ年のところが需要が減っているので、プラチナの値段も必然的に下げざるをないという,ふうな状況がついていますし、これ今70トンが減っているんですけども、今後さらにこれ減ることが予想されています。というのは世界的な流れとして、あのまあ、いわゆる炭素脱炭素化ということなので、ガソリン車がなくなるとと,ともに、えー、この自動車直売用としてのプラチナの消費も消えていく。 という風な流れですね、まあ、世界的にはこれから、あのー、間違いなく電気自動車化、EV 車化が進,む進みますので、ということはプラチナの需要が減って、プラチナの価格は上がりにくい状況がまだまだ続くということが予想されます。えー、今ね、ねトヨタだけが水素化を推進してますけれども、この流れもねトヨタだけではどうかなという風な感じがしますし、 トヨタもこの世界的な電気自動車化のためには逆らえないので、まあ、水素化からやはり電気自動車化の方に、潮流にまあ押し流されてしまうではないかというふうな心配もありますよね。ちなみに、水素化になった場合は、プラチナのこの触媒装置というか、プラチナの燃料電池車になった場合のプラチナの消費量というのは飛躍的に伸びるんですけども。 まずね、この燃料電池化、電池車への変化っていうのはちょっと期待できないので、その辺のところの、まあ、えー、見通しはちょっと排除をしなければならないかなというふうな感じがしますね。まあ、実際これ見ていただくのは、あの、世界的な電気自動車化の流れですけれども、今年2021年、 ま,あねえー、まだガソリン車は結構支援が大きいんですけれども、年々、年々これが減っていって、えー、2035年、2040年にはもうほとんどゼロの近い状態になってしまう、脱酸素化カーが、えー、増えるというふうなことで、逆にこの、うん、青い部分、これが電気自動車ですけれどもこの、これに置き換わっていく、もう完全に形勢が逆転,逆転ですねで。ちょっと触れたあ燃料電池車。 このグリーンの部分はね、ほとんどまあ変わらずっていうか、ほとんど視野的には増えないということですね。これはやっぱりあのスタンドの問題がありますよね。あのー、電気自動車を充電するための電気,電気自動車スタンド、これはどん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 増えていくでしょうけれども、えー、それが、まあ、いわゆるガソリンスタンドに置き換わって、電気自動車スタンド、これが増えていく。 しかし、それと同時に、この水素化を、まあ、水素,水素エ,ネエネルギーを充電するためのスタンドは増えない、まあ、両立ってのは結構難しいと思いますので、一、ま、線、あ、的に、まあ、日本もそうですし、世界的にもこの電気自動車化の一本化の方に進んでいくんではないかというふうなことが考えられていますね。 でどれだけこれからその電気自動車のシェアが伸びていくのかっていうふうなことなんですけども、ある批判によりますと、ですね、えーまあ、今ね、ガソリン車がまあほとんどまあですし、電気自動車に乗ってる人なんてねほとんどいない,いないので、なかなかあの想像が難しいんですけれども、えー、2030年の予想ですから、今からまあ10年ぐらいたつと、まあ え一応、これ、資産ですけれども、43倍、40倍以上にまあ拡大するというふうな予想されてますね。このグラフからでもまあ明らかですけれどもね、もうガソリン車が電気自動車に取って代わるということは、えー、プラチナの触媒用の需要もお、まあ、それに応じて大きく減っていくというふうな見方です。で短期的には、えー、ちょっとね、あのーん、先週でしたっけ。 プラチナを大きく下げる場面があったんですけども、これ、トヨタショックって言われてますね、えっと。9月の世界自動車生産計画を90万台から50万,万50万台までに引き下げるというふうなことが報道されて、これに伴ってプラチナの需要も減,減るんではないかということが想定されて、まあ、あ下げように。 売りになっってしまったということです、ね、ただ、これはあの部品がね、部品供給が追いつかないということで、まあ、一時的な材料じゃないかというふうに考えられてますね。はいまあ、ここに書いてある通りですので、まあ、読んでいただければというふうに思います。需、はい、給ですけれども、まあ、こういったことからですね、プラチナの需要、これ、ジョンソン・マッセイのデータからですけれども、 あ,あ、ごめんなさい。プラチナ自給でもこれ特に資生産ですね。これまでずっとこのプラチナ需要、消費について見ていきましたけども、今度はプラチナの供給について見ていきたいというふうに思うんですね。はい。 このね、えー、触媒装置の商品が減るっていうことばっかり、プラチナマーケットではクローズアップされて、それとともに、えー、相場的にも下げるざるを得ないっていうふうなことが言われてますけれども、じゃあ供給はどうなんだと、生産はどうなんだというふうなことなんですけれども、これ、南アフリカの、これプラチナ生産なんですけども、これすごい減ってるんですよね。140トン規模だったのが、2020年、去年は100トンまで減ってるんですよ。 ですから、需要も減ってるんですけども、生産、供給も減ってるんですね。で今、この1000ドル割れっていう、まあ、1000ドル前後、まあ、1000ドルちょっとまあ回復しましたけども、1000ドルを割り込んだということは、それだけ鉱山会社の経営を圧迫するわけですから、今のこの1000ドル割れみたいな状況が続いた,と続いた場合は、えー、この鉱山閉鎖とかですね、レイオフ,レイオフなどの、まあ、状況に陥って、さらに あの南アフリカ、まあ、これロシアもそうですけども、生産が落ちるんではないかというふうな可能性もあるので、えー、これとともに需給って見では均衡してくる可能性がありますよね。消費は落ちてるけれども、それに合わせて生産も落ち込むということで、それほど極端な供給過剰にはならないというふうなことが考えられます。特にに南アフリカ,か、えー、南アフリカに関しては、えー ロミンとかね、えーはい、そういった大手の鉱山会社の今、経営が、ね、非常に厳しいというふうに言われてますので、さらにこの生産が落ち込むというふうなことが考えられ、えー、一段とこの供給がこう減っていく。今、この南ア,南アフリカの場合は100トンのレベルですけども、これが例えば90とか80ぐらいまで落ち込む可能性があるので、この辺の流れも要注意、警戒ですね。 はい。あ、ここにありますね。あ、はい。えっ、ー、と、世界最大のプラチナ抗体会社は、あの南はるかのアンプラッツ、アングロアメリカンプラチナムですけれども、えぇ、ー、これ2030年、去年の3月にですね、えー、フォースマジュールを宣言したんですけれども、これはやはり、あの、プラチナ価格が安いっていうことと、その状況において、えー 生成工場が事故が起きたんですね、これ、爆発の事故。まあ、この2つに要因で、閉鎖をまあ強いられて、フォースマジュールが宣言されたということなんですけども、まあ、今の状況からですね、あとプラス、まあ、この事故っていうのはね、まあ、一時的なことなんであれですけども、えー、値段が安いので、コスト的に厳しい。 経営が圧迫されている、えー、労働者のレイオフの心配がある、それともう一つ、今アフ、南アフリカで新型コロナウイルスの新たな変異株が出ているとで、この C1、2というなんか新しい変異株らしいんですけれども、まあ、日本では、ね、あまり耳にしないですけれども、まあ、こういった変異株が広がっているということで、これに伴って、えー、例えばまた都市のロックダウンであるとか、この 鉱山、コロナの影響で鉱山を、まあ、一時的に生産を、活動を中断しなければならない。というふうな状況に追い込まれる可能性もあるので、この辺も、表記に関しては不安材料になってくるかなというふうに考えられますね。あと、ちょっと最後に別の角度なんですけれども、今、プラチナはね、休んでて低迷してますけれども、そうした中で、例えばアルミマーケット、アルミ市場、すごい今、急騰してるんですね。はい。 えっと今年に入ってからだけで70%の、まあ、上げに入っているということですね。それと、あのー、商品全般、CRB コミュニティ数、これもですねあ、これちょっとこれ、右側の解説が差し替えてな,かないので、すみません、これ無視してくださいね。えー、これもずっと上げてるんですね。 えー、例えば今アルミで紹介し,しましたけどもその他銅、えー、アエン亜鉛、鉛こういったあのいわゆるベースメタル、えー、産業素材がもう軒並みに上昇していますしあるいは農産物うー小麦を中心として、えー、あとコーヒー 砂糖こういった農産品も今値上がりに拍車がかかっています。こうしたことで商品全般が上昇している。インフレへの懸念が広がっている。こういったことも今後のプラチナ市場にとっては押し上げようになってくるだろうというふうなことを考えると、今の相場というのは、まあ、あ下の限界値かなというふうなイメージがあります。まあ、最後にじゃあプラチナ投資についてですね、ちょっと最後、コイン。 を紹介したいといいとううふうに思います、まあ、代表的なコインっていうと、えー、メープルリーフ、カナダが発行しているメープルリーフプラチナコイン、あとはアメリカが発行しているプラチナイーグルコインっていうのがあるんですけども、こういったののお投資もいいかなというふうに思いますね。ただ、ね、今販売されてるのは、この書いてありますけども、えー、ウィンコインハーモニー一オン これだけなんですね、プラチナウェイン、コインハーモニー、1オンス、ここにまあ値段が書いてありますけども、これしか販売してないんです、こういったまあいろんな種類のコイン、あのプラチナコインがあるんですけども、まあ、実はこれ、結構ね、コインに関しては世界的に買う人がすごく多くて、まあ結構安くなりましたからね、安くなったのですごい売れ,売れまくってて、プラチナコインの供給が追いつかないというふうな状況のようです。 はい、なので、えー、日本ではね、なかなかこ,このプラ,プラチナコインの、まあ、買い付けが難しいんですけれども、まあ、興味がある人は、この、うん、ウ,ィンウィンハーモニー、はい、これの1オンス、これを買うしかないんですけれども、まあ、投資としてはいいかなというふうに思いますね。まあ、ちなみにこれこ、プラチナコインのニュースですけれども、えー、アメリカ造幣局、 来年から25年までの期間、えー、22、23、24、25、4年間、アメリカのイーグルプラチナコイン、これの、まあ、デザイン発表しましたね、これ、あのまあ、期間ごとに変わるみたいなんですけれども、まあ、こういったことでプラチナコインの、まあ、投資上のに、まあ、あー貢献しているというふうなことが言えると思います。 中国,のね、パ中国ではパンダ金貨とかあのパンダに、パンダをデザインしたコインが発売しますけど、それも毎年デザインがあるので、結構あのコレクターの間では人気ですよね、はい。ということで、プラチナのコインも投資としては結構面白いんではないかなと。 いうふうに思います。これはちょっと最後ね、おまけみたいな形でしたけれども。ということで、第2部のプラチナをここで終わります。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。